Dear friends, I would like to thank you so much for coming for 10th International Hamamatsu Piano Competition. I want to give my thanks to all of audience, to each people that have come here. And I just have no forces to say, but I'm really excited and really satisfied with your existence. You are doing so much for all this competition. Without you, it cannot be exist. Also, I would like to thank jury members, which I consist of the most great musicians of our century. And it was a big honor to me to play, for me to play, and you watch this. And my way to this competition was very rough and not simple, but now I am in semi-final, and today I tried to do all my best, and I give all my soul to you, and you bring it back to me. Thank you so much, and thank you with all my heart.3時の演奏を終えました。3時で僕が演奏した3曲、モーツァルト、バッハ、ブゾーニ、ラヴェルの作品、今日演奏した3曲は、まあ、完全に個人的な思い入れですけれど、まあ、僕にとっては最も特別な作品、3曲で、まあ、その室内楽のモーツァルトも含めて、これらの曲がこの世の中にあってくれてよかったなと思うくらい僕にとっては大切な作品たちです。で、実際自分の演奏に関しては、まあ、具体的にここがこうだった、あそこがだったと、まあ、分析することはできるんですけれど、まあ、そうしてしまうものもあっけないくらい、なんというか、この70分間、まあ、自分が尊敬する音楽に浸る時間を持てて幸せだったなと思いますし、なんというか、このような時間を持てたのは、まあ、ここ最近の中では結構久々で、まあ、でもこういう時間があるから、なんというかピアノはやめられないんだなと思ったりしています。コンクールはなんというか僕らにとってはある意味勝負の場でもあるんですけれど、まあ、本来演奏者と聴衆の出会いの場でもある、まあ、お祭りの一つだとも思っていますので、聴衆の皆様ぜひお気に入りの音楽家を見つけられたらいいのかなと思っています。ありがとうございます。とても晴れやかな気持ちで今はいます。モーツァルトは本当にもうとっても楽しくてですね、もう何回も何回もたくさんやりたいですね。これからもコンクール以外でですけどあとはソロの方もですね、自分のその悔しい部分はもちろんあって、なかなか思うようにいかないところもありましたけれども、まあ、シューベルト、ベートーベン、作品に没頭できたので、よかったかなと思います。ドコナーニは、いかがでしたでしょうか、皆様まあ、僕は今研究途中ですけれども、まあ、これからさらに他にもたくさんの曲があるので、それを研究して、計算して、もっといい演奏を広めていきたいなというふうに思ってます。はい、3次予選の演奏が終わりました。1次予選から3次予選まで聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。僕にとって本当に大切なこのコンクールで演奏を聴いてくださった皆様に本当に感謝を申し上げたいと思います。今回の選曲は本当に自分にとって大切な曲ばかりで選曲をしました。本当に自分にとっても成長を本当に促してくれる挑戦的な曲でもありましたし、自分にとってのこうインスピレーションを与えてくれる本当に偉大な作品でもありました。本当に素晴らしい作品を皆様と共有できたことを本当に嬉しく思います。本当にありがとうございました。Thank you for the support and warm-hearted encouragement. 오늘
연주를 들어주신 관객분들 모두 감사드립니다. 굉장히 많은 분들이 객석에 계셔서 깜짝 놀랐는데 함께 소통하기 위해서 노력했습니다. 좋게 들어주셨으면 좋겠습니다. 그리고 오늘 함께한 그 챔버 뮤직 뮤지션들에 대해서도 굉장히 깊은 감사를 드립니다. 앞으로 제가 마음에서 우러나오는 음악을 하기 위해 열심히 노력하겠습니다. Hi everyone, I'm Xiaolu from China. It was my best holiday in Hamamatsu these days, not only because of the competition and the stage, but also the friendships and the warmth of staffs, competition staffs and audience, which touched me so much. I want to say many thanks to the citizens of Hamamatsu and all the staffs from Hamamatsu competition. It was a great event for me.